君の脳に直接トークもするの宮です。こんにちは、こんばんは。バルハラやっていきましょう。さてさて、ふんふふん。あ、ジュークボックスから。ジュークボックスもまあちょっと適当に変えていきますか。あ、ボス戻ったんですね。あ、留守にしててすまなかった。何をしてたんです？ BTC の地域支配人のブライアンたちと打ち合わせをな。BTC ってバーテンダーのやつのアプリだっけ。え、何か問題でも？特に問題があるわけじゃない。近いうちに閉店することを除けばな。超問題では。閉店はいつになりそうです？わからん。ブライアンが言うには書類業務や整理があるからあと数ヶ月は大丈夫だろうということだった。そうですか。お前のことも話しておいた。私のこと？そうだ、お前の失業期間が長引かないように便宜を図ってほしいと頼んでおいた。可能ならここが閉鎖された後にできるだけ早く別の店を見つけてやってほしいとな。優しいボス。慰めになるかわからんが、ブライアンは今回のことに私たちよりも腹を立てていたようだったぞ。バルハラはこの地区で俺の頭痛の種にならなかった唯一のバーなのに、それを閉店するなんて。だと。閉店の話いつの間にかに出てるのね。なんで？ふふ。ギルはどうなります？そうだな、実はギルのことが一番心配でな。なんか裏がありそうだもんね。あいつは以前ここで働いていた別の男の資格を譲り受けて働いているんだ。それって大丈夫なの？別の男？空中浮遊薬を買ってビルの屋上から飛んだ男だ。随分遠回しな言い方ですね。それはともかく、ギルの職探しは難航しそうだ。ギルって何者なんです？うっすらと心当たりはあるんだが、今はまだパズルのピースを組み合わせているところだ。まあいい、仕事に戻れ。店がなくなるかといってサボっていい口実にはならんぞ。はい。みんな分かってやってるんだよな、俺に聞こえてるって。どこか見覚えがあるな。すまん、ここが VA11 のホール A とかいうバーか。そうです。ようこそバルハラへ。そうか、セイのやつ。今度は何を企んでる？あのなんか、警察的な人の友達かな？何かおっしゃいました？世の女たちの抗議を受けて名前が変わったというカクテルを飲んでみたい。作れるか？ええ。抗議を受けて名前が変わったカクテル。なんてやつだっけ？ピアノウーマンじゃありませんでしたっけ？新しいお客さんが来ることはいいことだ。もともとプリティウーマンという名前だったが、ピアノマンがあるならピアノウーマンもあるべきだという意見が多く寄せられたため改名された炎カクテルですね。熟成させてミックス。ストップ。できました。ピアノウーマン提供。こちらになります。申し分ない礼を言うぞ。西洋ご存知なんですか？私はステラ欲しい。以後お見知りおきを。そう、セイの知り合いだ。以前ここに来たんだって？ええ、よかった。セイが前回これを忘れていったので。やれやれ、あいつめ、またヘルメットを置き忘れたか。いつも忘れてんだ。また？初めてじゃないんですか？この3ヶ月というもの、あいつのヘルメットはありとあらゆる種類の人間に拾われている。注射係、看護師、葬儀屋、大道芸人、もっけの幸いでその誰もがヘルメットを返してくれた。へえ、そんなにたくさんの人が。セイはドジっ子だが人当たりがいいからな。いい人でした。だがな、ああ見えて本気を出せばものすごく有能なんだ。本気を出せば。へえ。じゃあ彼女にこの店のことを聞いて。今日ここで待ち合わせているんだ。やった。なぜここを待ち合わせ場所にしたかわかる気がする。あいつが好きそうな店だ。ほう、あのグラスにあるのはきらみきのサインか。あのグラスは会話のいいきっかけになるみたいね。ええ、そうです。どこで手に入れた？昨日コンサート前にここに寄ってくださったんです。え、嘘？本当？つまりここに来たと。え、素敵な方でしたよ。見てもいいか？え、どうぞ。ちょっと取り乱し方が可愛かったね。確かにこの星型のサインは彼女のものだ。あなたの名前もちょっときらびきとステラ星って似てますよねって思ったけど別に似てないわ。ここに書いてあるジルというのが私です。羨ましい。あ、耳ピコピコ動いた。かわいい。返すぞ。
ステラさんは彼女のファンなんですか？ステラと呼んでくれ。そうだ。彼女の歌を聴くといつも元気が出て幸せを感じる。チケットを取れなかったのが返す返すも無念だ。ものの数分で売り切れてしまったからな。やっぱ人気なんだ。だが次回のコンサートのチケットは運よく数枚確保できた。やったね。ちょっと失礼する。もしもし、おい、一体どこにいるんだ？交通事故？ああ、処理を手伝っているのか。しばらくかかりそうか？わかった。警察の方が交通事故の処理をするってめちゃめちゃ時間かかりそうだけど、今日中に来れんの？はいはい、心配するな。席から？そうだ。待ちになりますか？ああ、待っている間にもう一杯もらおうか。考案者が親友に捧げるために作ったというカクテルを頼む。わかりました。親友に捧げるためにか。なんだっけ？あれ、ピアノマンだっけ？ピアノを弾いてた、ピアノマンじゃない人のために作ったやつだっけ？まあいいや、とりあえず作るか。説明が気にないからわかんない。ナムさん、こちらのことでしょうか？そうそう、これだ。合ってた。ありがとう。一つ聞いてもいいですか？込み入った質問かもしれませんが。私の目のことではないだろうな。違います。というか、違うと思いますけど、キャットブーマのお客様はあまりいらっしゃらないもので、それでちょっと疑問に思っていることが、あ、キャットブーマっていう種族なんだね。その手術を受けたのは病気だったからですか？それとも流行っていたから？私は体内にいるうちからすでにナノマシン拒絶症と診断されていた。だから手術せざるを得なかった。でなければ生まれ落ちてすぐ死んでいただろう。そのせいで今も少し体が弱い。出過ぎたことを聞いてすみません。構わん。両親が流行に流されただけという誤解を解けるなら大歓迎だ。あ、そういうこのキャット種族的なのはなんか流行り廃りがあったようなあれで、それを回避する、ん？その流行のあれじゃなくて、まあなんか身体的な特徴のためにそういう手術っていうのもできたっていうことね。何言ってるかわかんねえだろうが。カクテルに詳しいようだな、ジル。なんかそういうね、端末があって便利です。わかる端末があるので。このレシピ本の他にも何冊か読んでるからかもしれません。アルコールが好きなのか？ええ、普段飲むのはもっぱら缶ビールですけど。でもお酒の色とか逸話、それから保管方法やデザイン、そういうものが好きなんです。そんなこと言うとなんだかバカっぽいですけど、そうでもないけどな。そんなことはない。酒のコレクターというわけか？まあそうですね。おじいちゃんのコレクションがあって、それにちょっとずつ自分で買い足していってるんです。借金があるから少しずつしか増やせないんですけど。ステラ、あなたはアルコールは好き？こうしてバーにいることが答えだ。違うか？まあ普段は付き合いで飲むことが多いが、誰かと一緒でなければさほどは飲まない。なるほど。ごめん、遅刻。いらっしゃい。ずいぶんゆっくりだったじゃないか。ごめんごめん、せいさん来たね。渋滞にも捕まっちゃって歩いた方が早いかなって思ったの。運よく近くに非常階段付きのビルがあったから階段を駆け下りてきたんだよ。え？駆け下りる？エアキャブで来たから。ああ、私なら地上のタクシーを使うが、まあ安全第一で何よりだ。エアキャブってことは空中タクシーみたいのがあるってことかな。安全第一？まさか空飛ぶタクシーの方がずっとかっこいいでしょ。安全よりかっこいい良さを取る。空飛ぶ車がお前が乗り物酔いしないのはなぜなんだろうな。理由が分かったから真っ先にお世話いるね。とりあえずステラが次に頼むのと同じのをもらおうかな。そうだな、次に頼むカクテルは。またやってるの？あなたが謎かけみたいな注文するからいつも変なお酒を飲む羽目になるんだよ。じゃあ一緒に飲まなきゃいいじゃん。一緒のものを飲まなきゃいいじゃん。バーテンダーにベストを尽くしてもらいたいんだ。こういう注文にもちゃんと答えられるようになってもらわないとな。そんなことしてジルが困ってるじゃない。かわいそうに。どうかな？彼女は今のところとてもよくやっている。これ僕が2問正解したからあれだけど、2問とも不正解でもこういうこと言ってくれんのかな。本当に？ありがとう。まあいいや。何か普通のやつと頼んでよ。じゃあフリンジウィーバーを2つ。いっぺんに2枚を飲むの？いや、シェアするんだ。
シェア？グラスに半分ずつ分けるとか？一人一杯の方が良くない？心配するな、今にわかる。フリンジウィーバーを二つ、ちょろいちょろい。フリンジウィーバー。あった。エチルアルコールに砂糖一さじ入れたような味。これ普通のやつなのか？はい、できた。フリンジウィーバー。あ、で、もう一つ作んなきゃいけないんだ。はい、二つできた。提供。フリンジウィーバーを二つです。で、どうするの？これがお前の、これが私の。私が頼むのと同じものが飲みたいと言ったろ？言っただろ？ああ、そういうことを先に言ってよ。むむむ。あ、そうだ、これ。あ、私ここに忘れていったのね。ありがとう。自分の持ち物にはもっと注意を払うんだな。ええ、でも予備もあるし、そういう問題でもない。予備というのはな、今使っているのは壊れた時や、予備というのはな、今使っているものが壊れた時や調子が悪い時のためにあるんだ。なくした時用じゃない。あのヘルメットはただじゃない。金がかかっているんだ。わかっているのか？ええ、ごめんなさい。ボタンが押せなくてボスの頭が抜けなくなったって話は言った方がいいのかな。金といえば、明日あの銀行での打ち合わせにはやはり行くつもりなのか？ええ、心配？今はやめとこう。心配ではないといえば嘘になるな。心配しないで、大丈夫だって。あんなのただの噂なんだから。噂？明日その銀行で何かが起きるっていう噂があるの。でも最近はどこもピリピリしているし、噂が本当かどうかもよくわからない。恐怖心を煽っていた人たちがそれだけじゃ飽き足らず、根も葉もない噂を撒き散らし始めているのかも。昨日なんか暴れ回ってた若者の集団を鎮圧したんだけど、彼らはこの街が爆弾で破壊されるって噂を聞いてやけになってただけだった。やけになるなよ。はあ、みんなもう限界ね。そうだな。心配なのはわかるけど、でも行かないと。上からの命令だから。でもさ、もし私が誰かに襲われたとして相手に勝ち目があると思う？前は確かに強いが、しかし。じゃあ自分の身を守れるものを持っていくよ。何があっても大丈夫なように。それで安心した？まあな。それで私が無事に戻ったら二人でアイスを食べるの。そしたらストレスなんか全部吹き飛んじゃうでしょ。わかった。迎えが来たようだ。セイ、お前も帰るか？もう少し残る。わかった。じゃあな。気をつけろよ。ありがとうございました。じゃあね。